株式会社 DNA で採用しております。栽培エージェントの大久保と申します。大きく3点あるかなと思って。他にあります？そうですね、他で申し上げると、あとはどうもこんにちは、旬ダイアリメンバーのバラマツです。今ちょうど内定の登竜門っていう企画を何本か出してきているんですけど、現役の採用担当者さんも含めたメガベンチャーの3社様に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社 DNA で採用しております遠山と申します。入社してからちょうど4年目になります。普段担当している選考領域は1次のグループ面接と、あと2次のワークサンプルテスト、ジョブ選考になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今まさに採用されてるってことですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい。人材研究所、人事コンサルティング会社人材研究所の、代表の相馬でございます。よろしくお願いします。一応リクルートっぽい感じで出てると思うんですけど、僕がリクルートの採用責任者やってたのって10年以上前なんで、そのまま受け取らないでほしいんですけど、ただ、もちろん知らないことはないですし、リクルートの人事の、責任者やってるような方とかを僕は結構知ってるっちゃ知ってるので、多少参考にしていただければというふうには、思います。ありがとうございます。サイバーエージェントの大久保と申します。よろしくお願いします。人事は5年ぐらいの経験でして、もともとは4年ぐらいはタレントマネジメントの領域やってましたので、どちらかというとこう社内の人事というところが経験は長いんですけど、この春から、採用担当してまして、今はその中途を新卒関わらず採用の領域で、担当してやってますと。でただあんまり普段面接をですねガリガリやってるという感じではないので、結構特殊なケースとかですね、いろんなところで出てきて面接はするんですけど、なんで今日は楽しみにしてますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。じゃあ簡単に自己紹介からお願いします。はい、一橋大学3年生の稲山和樹と申します。大学3年間は基本的に働くことをテーマにやってきまして、大学1、2年生の頃は予備校のアルバイトで受験生の指導だったりとか、あとアルバイトの採用とか育成みたいなところの校舎運営全般をやらせていただきました。で今はダイアリーで動画ディレクターとしてインターンさせていただいております。プライベートの方ではバドミントンサークルに所属していて、大体週3回ぐらいバドミントンやったりとか、あとハロウィンとか運動会みたいなイベントもやったりしています。で先日鬼ごっこをした時にこけてしまいまして、絆創膏を貼ってるんですけども、こんな感じでいろんな人に助けてもらいながら楽しく過ごしている3年間を、はい、送っております。よろしくお願いします。早速ではありますが、60秒間の自己 PR を披露していただこうと思います。私の強みはしつこさにあると思っております。このしつこさっていうのは、人に対するしつこさと物事に対するしつこさの大きく2つがあると思っています。で具体的に発揮したエピソードとしては、予備校のアルバイトで、前例のない長期合宿みたいなものを立ち上げまして、そちらを成功させた経験になります。で7名のチームのリーダーをさせていただいて、35名の生徒さんに対象に企画を行いました。で本当にチームメンバーを集める段階だったりとか、あと3日に1回ぐらい本当にミーティングさせてもらって、本当にみんな大学生活で忙しい中でもしつこくお願いさせてもらって、ミーティングとかもさせてもらって、で企画に対しても本当に徹底的にしつこく、やり抜いていきました。で最終的には本当に校舎史上最高の成果を残すことができたかなと思ってまして、校舎長からもお褒めの言葉いただいたりとか、そういった形でいい企画ができたかなと思っております。このようなしつこさを生かして将来的にはビジネスマンとして活躍していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今の自己紹介のところであったその企画が成功したっていう話なんですけど、成功っていうのは何をもって成功だったのかなと。で成功の定義としては今回目標として掲げてたのが受験生の転換点を作りたい、抽象的な目標だったんですけど、それが達成できたのかっていうのが定性的にも定量的にも測ることができたっていうところが成功した何ですかね、定義みたいなところかなと思ってます。もうちょっと具体的に申し上げると、まず定性的な方で申し上げると、本当に35名の生徒さん皆さんからこの企画のおかげで、受験が変わりましたみたいなところでお言葉いただけて、本当に校舎のスタッフからも生徒さんからも感謝の言葉いただけたっていうところが、まず成功の一つの定性的な指標かなと思ってます。定量的な方で申し上げると、ちょっと細かい話になってしまうんですけど、1ヶ月間の合宿を行ったんですけれども、この期間中の校舎全体の努力量の 43% を僕たちの企画の生徒さんで占めることができたというところで、300名の校舎の35名の生徒さんだったので、10% の生徒さんで校舎全体の 43% の努力量を
占めることができたというところで、まず努力量の増加というところが一つ、それから成績の向上もかなり見込めたというところで、今回のこの1ヶ月間の合宿の直前と直後に模試があったんですけれども、そちらの向上点数が他の生徒さんと比べて2倍以上あったというところから、努力量でも成績の向上も見込めたというところで、本当にこうした史上最高の成果を残すことができたかなと思っております。しつこさでこう結構周りが巻き込めたっていうのは大きかった、はい、そうですね、はい、周りを巻き込む上で、はい、なんか困難だと思われたポイントとか障壁だと感じられたことは何ですか？そうですね、やっぱりその自分のやりたいっていうところとみんなのやりたいっていうところがやっぱりその最初は一致しないっていうところが一番障壁だったかなと思っておりまして、具体的にはやっぱりこの大学生のアルバイトなので、みんなやっぱり大学生活があったりサークルがあったりして忙しい中で協力をしてもらわなきゃいけないっていうところで、僕はものすごくこの企画がやりたいけど、チームメンバーからしたらそうでもないみたいなところのやりたいことのギャップを埋めるっていうところが一つ困難だったかなと思っております。他にもそういうしつこくやっているものっていろいろあったりするんですか？今やらせてもらっているダイアリーのインターンでも動画ディレクターとして結構しつこくやってるのかなと思ってまして、具体的にはなんかサムネイルを編集者さんにお願いするところだったりとか、結構いろんな人を巻き込んでいきながらやらせてもらうんですけど、そこに対しても何回もその修正をお願いしたりとか、スラックでやり取りしてるんですけど、そのスレッドが30件ぐらいは毎回できてるかなと思っていて、30もいってるところはなかなかないかなと思うので、はい、他の人は2、3回ってこれでいいんじゃない、はい、みたいな感じでやってるところを、そうですね、なんかただその他の人がしつこくないというよりも、どっちかっていうと僕がその初心者だからしつこくなってるのかなとは思うんですけど、なんかこう自分がしつこくなれるものとなれないのっていう差があると思うんですけど、それってなんか どういうものだったりします？自分がしつこくなれるものみたいなところでいくと、なんか自分がちゃんと影響力を与えられてるんだ、他人に対して影響力を与えられるっていうのがなんか自覚できるところだと結構しつこくなれるのかなと思ってまして、具体的に申し上げると、今大学生活の中でしつこくできてない部分として結構大学の授業があるなと思ってまして、ちょっとこれ良くないことではあると思うんですけど、大学の授業に対してそんなにしつこくできてるかというとそうではなくて、どっちかっていうとアルバイトだったりとかインターンで、いろんな人と関わらせていただく時の方がよりしつこくできるなと思っているので、なんか周りの人に対してちゃんと自分が影響力を与えられてるっていう実感があるものに対してはしつこくできてるのかなと思います。周りの方からどんな方だって言われることが多いですか？はい、それもしつこい人だねって言われること、やっぱり言われるんですよ。よくも悪くもしつこいなっていうことが、はい、言われる。しつこいなお前みたいな。しつこい以外で言われることってあります？言ったこと全部ちゃんとやるよねみたいなところは言われるかなと思ってまして、例えばこういう遊びがしたいねみたいな話があった時にそれを絶対に日程化したりだったりとか、会議でこういうことがやりたいねみたいなった時にそれをちゃんと実現化させるように考えたりとか取り組んだりみたいなところはしているので、なんか言ったことちゃんとやるみたいなところはよく言われることがあります。なんかこう普段の生活の中で一番テンションが上がるのってどういう時ですか？テンションが上がる瞬間はやっぱり人に頼ってもらった時が一番テンションが上がってるなと今、はい、自覚したんですけれども、本当に生徒さんからなんか稲山さん助けてくださいみたいな感じで声かけてもらったりとか、自分の後輩だったりとか、同期からなんか助けてほしいみたいな感じで頼られると、一番テンションが上がってよし助けてあげようみたいな感じになるかなと思います。趣味って何ですか？スノボとドライブとビリヤードです。はい、この中で一番なんかテンションが上がるのどうですか？ドライブが一番上がるかなと思います。それは何でなんですか？そうですね、ドライブが上がる理由としては、やっぱり複数人で楽しめるところかなっていうところが一番大きいかなと思ってまして、ドライブしてると、大体5人乗りとか8人乗りの車を借りてドライブするんですけど、みんなでその閉鎖的な空間で会話できたりとか、やっぱり車の中で落ち着いて喋れてみんなで楽しくみたいなところがあるので、ドライブが一番好きかなと思います。やっぱりこう働くことでストレスもたまるじゃないですか、そうなった時に息抜きって何します？そうですね、息抜きは、土日の遊びかなというふうに思います。何して遊ぶんですか？はい、ドライブだったりとか、本当にスノボとか、ビリヤードとか、基本はドライブで遊びに行くっていうところが多いかなと思います。それでこう結構何も考えずにこうすっきりする時間を作ってっていうことですね。はい、そうですね。長期のなんかありたい姿として、前向きに働いて強いビジネスパーソンになるっていう言葉だったんですが、なんかこうなってる時の稲山さんってなんか周りの人からどういう風な人間だねって言われてるイメージありますか？どう言われたいですか？そうですね、どう言われたいかっていうところに行くと、やっぱり稲山さんと仕事がしたいとか、仕事をしてるとすごい楽しいだったりとか、稲山に任せたら何でもやってくれるよねみたいな感じで、言ってもらうことができたらそれが達成できているというか達成感があるのかなと思います。最初に入る会社でなんかどういったことを成し遂げたいとか、なんか具体的な
イメージとか、あの本当理想状態になるんですけど、はい、ありますか？絶対に3年以内にプロジェクトのリーダーかチームのリーダーをやらせていただきたいなと思っていて、できれば10人規模か、まあ、20人ぐらいがいいかなと思ってます、うん。まあ、理由としてはもう今までのアルバイトでだいたい5人とか7人ぐらいのチームのマネジメントさせてもらったところがあるので、もちろんアルバイトとあのちゃんとビジネスで違いはあるとは思うんですけど、やっぱりそこの責任の範囲はもっと広げていきたいというところと、やっぱりその責任者っていうのが一番成長するのかなと思ってるので、まあ、早い段階で責任がちゃんと取れるようなポジションになって働きたいかなと思ってます。今この瞬間からそれを実現しようと思ったら何か手段ありますか？そうですね、大学を辞めてこのダイアリーであのめちゃくちゃフルコミットしてめっちゃ偉くなるみたいなところがあるかなと思います。現実的にやろうと思います？いや、今やろうとは思わないです。なぜですか？理由としては大学卒業しないとちょっとあの両親に迷惑かかってしまうというところがあるので、はい、今の自分に不足しているところというか、はい、まあまあないところはいろいろあると思うんですけど、はい、得たいものでまだないって思っているようなところ、それはどんなところ？そうですね、一番足りないと思ってるところがなんか思考力というか、まあ、なんか論理的思考みたいなところが、まあ、自分がもうちょっと欲しいかなと思ってるところでして、まあ、具体的には会議とかしていく中で、まあ、なんか抽象的な考えなきゃいけないことが出てきた時になんかそれを構造化しきれないところであったりとか、まあ、なんかメンバーがこう どうしようねみたいな感じでこう固まってしまうところが多くて、そういったところに対してちゃんと自分でなんか指揮権を取ってあのこういった感じで順番で話していこうとか、なんかちゃんと自分の思ってることを言語化するみたいなところが、まあ、今一番欲しい能力かなと思ってます。他にあります？そうですね、他で申し上げるとあとは何だろうな、ちょっと考える時間いただきたいんですけど、はい、ありがとうございます。 あとは、まあ、なんかちょっと力かわからないんですけども、なんか自分のことを徹底的に信じきる力みたいなのが一つ欲しいなと思ってまして、まあ、理由としてはなんか周りからどんなに反対されたとしても自分が本当にこれをやりきりたいと思ったらなんかそれを成し遂げるようなまあ強さみたいなところが一つ欲しいところかなと思います。まあ、やりたいこととかいろいろ聞いてきたと思うんですけど、逆になんかやりたくないとことか痛くない職場だったりとか、まあ、集団だったりとか、こういうの嫌だなって思うネガティブな方ですね、そのあたりを教えていただければと思うんですけど、ネガティブなところで言うと、まあ、なんか人の悪口が絶えないところとか、まあ、なんか仕事を片手までやってるみたいなところはあまり行きたくないなっていうふうには思います。他あります？そこで申し上げると、なんか自分がその環境の中で一番強い存在になってしまったなって思うところは嫌だなっていうふうに思ってまして、まあ、具体的に申し上げると、例えばあの予備校のアルバイトを辞めた経験にもつながるんですけど、だいたい僕たちの年代が最高年代になって1年間働かせてもらって、でじゃあもう1年続けるかみたいなところになった時に、まあ、なんかそのもちろん自分と同じぐらいモチベーションを持って働いてるメンバーはいたんですけど、そのメンバーの数ってすごい少ないなと思っていて、なんか自分よりも本当に本気で打ち込んでてめちゃくちゃ徹底的に考えてるみたいな存在がいなかったの で、まあ、なんか自分がそのある種天井のラインにいてしまってるなって思って辞めたみたいなところから、まあ、なんか自分が天井になってしまってて、自分より強あの本気で打ち込んでるようなモデルケースがないところみたいなところは行きたくないかなとは今思ってます。ということで一連の面接が終わりましたので、一度稲山くんには退出していただいて、ここから採用したいか否かっていうところをあのジャッジしていただくシンキングタイムに入ろうと思います。ということで稲山くん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。疲れた？はい、だけどめちゃくちゃ楽しかったです。話の中身とか、はい、話の中身みたいなところでいくと、なんかめちゃくちゃ深掘りされて、それに対してちゃんと明確に答えられたなと思うときはすごい楽しかったなと思いますね。なんか面接官の反応を見てるとすごいなんか、あ、ちゃんと伝わったんだと思ってめっちゃ楽しかったですね。どこの企業でしょう？全部その DNA の聖馬さんはすごいなんかめちゃくちゃ目見て話してくれてうなずいてくれてたんで、一番誘ってることを願います。逆に誰が一番自信ない？そうですね、あのサイバーの大久保さんはなんかそんなに刺さってる感があんまり感じられなかったので、そこはめっちゃ心配ではあるかなと思います。なるほどね。もうすでにシンキングタイム必要なく合意が決まってらっしゃるかという。今回ってまあこういう場じゃないですか、3対1なんで結構緊張もしてるし、結構がっちりくるんですよね。だから僕はあえてあの緩い部分を引き出したかったんですけど、やっぱり いいとこ引き出せなかったなっていうのがあるんで、これでなんか罰つけると本人にとっても僕らにとってもあんまりいいことがないなっていうのはちょっと思っちゃったなっていう。多
ついて深掘りしきれてるわけではないって観点だと丸をつけるのも、まあ、むずいです、ね、別にここで内定決めるとかそういうことじゃないってそうですよね。確かに一次面接前提で彼が来たのであれば別に丸でも全然いいんですけど、うん、立場的には最後の方を決めていかなきゃいけない立場だったりするので、うん、それで考えると結構今日のだとダメだなっていう、結構これどうしようかな。はい、ということで面接官の皆さんのシンキングタイムが終了したということで、まず合否発表の前にどういう観点をもとに質問されてたのかっていうところをぜひ皆さんから伺いたいなと思ってます。じゃあ遠山さんからお願いします。かなりあるんですけど、まあ、ちょっと絞って今回一次面接という形でまあお伝えすると、まあ、大きく3点あるかなと思って、1つ目がまあ自らこう目標を掲げられる力みたいなところをまあ見ておりました。なんかどうしてもメガベンチャーでこう誰かが必ず目標を与えてくれる環境じゃなかったりとか確率性が高かったりとかするとやっぱり自ら目標とか目的を定義するその自立性だったりあるいはその目標の困難性だったりというのが結構大事なんですけど、まあ、そういったところを見ました。で2つ目にまさしくしつこさに近いんですけど、まあ、そのコミットメントの高さと、まあ、やりきる力というところは、まあ、合わせてこう見ていました。なので、こう舞台経験の中でなんかどういったところに困難性を感じて、でそれをどのようにこう乗り越えて、まあ、乗り越えられなかったとしても何を学んだのかみたいなところの過程は見てました。で3点目、これは必須ではないんですけど、まあ、DNA というか我々のカルチャーがこうフィットするかというところも、まあ、見ていまして、これはなんかその話の節々とか、 なんかこう出てきたキーワードとかを元にして、まあ、見ているというところですかね。じゃあ曽さんお願いします。はい、まあ、面接がなんでね、なったんだろうなと思うんですけど、やっぱりどうしてもやっぱり伝えない自己像を一つの、まあ、しつこさという言葉に一応しますけども、そのしつこさを表現するってことになるので、他のなんかもっといっぱい特徴があるはずだと思って、それをいろいろなんかないかな、なんかないかなって玉投げてたっていう感じなんですけど、やっぱりちょっとこうしつこさの方に必ず寄ってくるみたいなところがあったんで、まあ、それもしつこいのかもしれないですけどね、分かんないですけど、なんかちょっと他になんかないかなっていうのを探してたっていうのは、まあいろいろ聞いてたうちのですね、背景にあると思うんですね。はい、以上です。最後大久保さんお願いします。はい、見てるポイントとしては僕らってすごくこう他の会社さんもそうだと思うんですけど、現場の社員結構巻き込んで面接とか面談とかってやってるんですけど、もうとにかく一緒に仕事するイメージができるかどうかってもうそこ一点なんですね。じゃあその方が入社してきていただいた時に、じゃあ自分のチームに入ったら育成できるのかとか、自分を超えるような成長させられるのかっていうここなんですよね。でそういう視点で見た時に、まあ、仕事への向き合いっていうのと、まあ、あとは人チームっていうところへの向き合いっていうのをすごく想像してて、で僕はもうそこをとにかく想像したかったので、もう前半で結構その仕事へ向き合う姿勢みたいなものはもう十分に分かったんで、後半僕なんかふわっとした質問してるように見えたと思うんですけど、僕はとにかく人柄が知りたかった。なんかどんなことに喜びを感じるのかとか、どういうことをしてる瞬間が楽しいのかとか、向き合ってる仕事ってすごくこうお金が発生してるものなんで大事なものなんですけど、やっぱりその中でチームでこう楽しくやるとか熱量を持ってやるとかって結構なんか単純に仕事だけじゃない部分ってあると思うんですね。なんかそういうところをやっぱとにかく想像したかったっていうところですね。それでは気になる結果発表の方を、はい、お願いしたいと思います。今回もうその場で内定か、まずは面談からか、今回はちょっとご縁がないということでごめんなさいかの3択でジャッジをしていただきます。心の準備はいいですか？はい、大丈夫です。せーの。なんかそこの言葉の開発ももしかしたら頑張った方がいいかもしれないですね。具体的に良かったポイントとして僕たちが見ている観点と照らし合わせると、